こんにちはこんばんは、マスアートです。えー、ノーカットの編集でお送りしています。ニュースインウタク、えー。はい、始まりました。えー、コーヒー飲みながら今日は、えー、2024年の、えー、8月の7日ですね。はい、えー、今日は水曜日ですけど、もう1時、えー、40分ですね。はい。 普段は本当の仕事の前の本当に23分で、えー、収録してますけどまあお休みの場合今日は、えー、朝は何も <laughs> 予定がありませんでしたのでまあ9時起きですねゆっくりして、えー、でも <laughs> 昼の、えー、これからまた、えー、週間の YouTube 撮りがありますけどこんな感じでしてますけどはい、えー、だいぶ、えー、論点とは 近藤さん、えー、と里帰りで漁師、まあえー、に会ってそしてこの先祖の墓参りということで、まあ、そんな時期ですねお盆を控えて、えー、今日が7日ですが、1317十五ですねはい、えー、こんな時期になりました、えー、に日本の経済は株価。えー、この、えー 近藤さんも、まあ、経済について少しの最後のあれかな注目すべき出来事かなでコメントされていましたけど株価が上がってますね、まあ、今日のあれかな動画はお休みかな、えー、お休みの場合は、えー、まあとっさん TV さんネットで最近とっさん TV さんですねからなります近藤さん結構あれですね まあこんななん、ね、の,のどのうるせいですかね、えー、この骨髄を取ったっていうかね骨髄 MR いろいろ検査して、えー、退院ですね、えー、またこの靖国神社の近くにあるこの病院に入院予定かな治療する予定ということで、えー、靖国神社の参拝を楽しみにしてると言ってましたコメントですはい、えー ななかなか私はクリスチャンですけど、ちょっとあのまあそ,そういう立場は違いますけど本当にウクライナ選戦況については本当に悔しい悔しいですねそういう、えー、特化した本当に、えー、すごいですねまあいろいろな今回、えー、特に2022年のこの2月24日ですねまあ17日にも発表がありましたけどこの、えー、この2021年のこの 暮れから、このウクライナ周辺に、えー、15万人以上かなそういうロシアの演習を目的した軍隊が集結しているということで、えー、この第二次世界大戦以来、えー、というこのなったんですけど実際この、えー、ロシアは全面戦争に突入したですねプーチンまだ特別軍事作戦と言ってますけど。 この、今でも記憶ありますね全閣僚をんでクレムリン読んで,クレームに読んで一人一人、えー、私が決定した軍事特別作戦についてどう思うか意見を一人一人聞いていますねそれの時が一番の最,、えー、最絶好調かなと思いますいろいろそして途中このプリゴジンの,この反乱もありましたですね私個人的には完全に、えー、クレームリンに突入してほしかったですねこの えー、まあ、話は余談の戦国時代日本のこの明智光秀が、えー、本能寺の変を,を取って打ち取りましたけど、えー、プレゴジンはこのスルカ、えー、ベラルーシのル,ル,ルスカシルカスルカスルカスコあれちょっと名前で書かないです大統領の、えー、レベルシンの、えー、と大統領に説得されて引き返していますね、えー、まあその後、 3か月後ですかね、えー、やっぱこの、えー、ベラルーシに行く途中、航空で粛清されていますね、えーまあ、幹部とともに。えー、また、この残党もアフリカでも残党もほとんど、えー、ワグナーはこの息子さんが引いた、いろいろ、いろいろコンクリートマグ,マグリットというか、そうまあ、しす,すごいこの、えー、企業集団というか、まあ、トップはこのプリゴジンがその影響力を持っていましたけど。 えーまあ、プロムガ,ガスも、まあ、このし紙幣ですよね、えー、この完全なこの国の軍隊じゃなくて、えー、民間のそういう傭兵というかその、民間が警備会社よりもっとグレートアップした、日本でもそういう警備会社はありますけど、それは軍隊じゃないですね、そういう、えーまあ、日本も、まあ、こういう周辺制度はないですね、えー、そういう自衛隊もそういう、えー、自衛隊。まあ 軍隊に位置づけ、えー、すべべきとというのののが私の個人的にいかんです、ね、一つの国として当然ある防衛庁、えー、かな米防衛から、まあ、勝利に格外されまして国防省、まあ防衛まあ、防衛まだ防衛ですねそういう渡辺目標いろいろ見まあ、したけど専守防衛というのがそれはもうあれですね今のそういう時代の流れからしてこの 国際社会ですね、まあ、どうしても第二次世界大戦後太平洋戦争のそういう流れがありますけど、えー、一つの国として本当に主権国家として対等ですよねそういう、えー、この国民の義務と権利ですねそういう国分。というのが私のまあ個人的な意見ですけどまあお話お恥ずかしいですけど、えー、もっと勉強しなきゃいけないんですけど。 今はこの、うん、話がだいぶ脱線しますけど、えー防,衛えー、防衛省のあれか、えー、前は、えー、防衛省のあれかな、えー、これ戦争、えー、防衛省の研究所に勤めてた高橋杉雄さんですね、もともとウクライナ戦争についての、えー、核兵器、核についての、うん、専門家でしたけど、本庁の調達の方に、えー、移動したということで、 えー、このば、えー、あの安全保障のそういう、えー、ひ秘密文書に関わりますので、発信をされてますが、まあえー、この X かな、最近はこのサッカーですね、サッカーが大好きとということで、そういう、えー、あのお見かけしますけど、X <laughs>、えー、だいぶ話が遠 <laughs> のいましたけど、えー、安全保障ですね、そういうウクライナ戦争、えー、私 もともと私が生まれが1960年前で沖縄が復帰したのが1972年ですねそういう今特に私の生まれが沖縄の八重山諸島のまた南の国境の島ですねまあそうですねこの特に八重山地方にはこの西の南。 西の、南の西は与那国ですね。特に与那国は、えー、最近、四五年前かな、通信基地ができて、まだミサイルボ部隊は、まあ、建設予定かな、まあ、石垣島にも、去年かな、やっとこの石垣島中東に地ができて、宮古島市には、あ、もともと、早めに、えーえー、この、この、自衛隊の基地ができてますね。ミサイル、ミサイル防衛基地かな。えー、沖縄本島には。 その復帰した日に、えー、自衛隊は入っていますけどそういう歴史ですね、えー、ベトナム戦争特にベト,モンベトコントそういう、えー、冷戦米ソの冷戦ですね流れそして、えー、なかなか歴史の流れですね米ソをこの、まあ、太平洋まあ掴めれば古くなりますけどこの特にこの米ソを特にまあ米ソ冷戦そしてこの ソ連のこのアフカが侵攻しての10年後にはソ連の崩壊ですね、えー、最後の初期首長は去年から亡くなったですねえー、とここに7枚、えーえー、が出てこないですね、えー、その後エリチ、えー、が引き継いでロシアですね、えー、まあ連邦議会で結構クーデーターじゃないですけど戦車がそういうのが記憶がありますねエ,エリチン大統領、まあ、ソ連崩壊してそして その時にウクライナもいろいろ国会艦隊、そういうベラルシーシとかいろいろ独立していますね。今回も、うん、ロシア崩壊ですね、完全なロシア崩壊を望めますね。本当に、えー、クレミア併合を始めたこの、プーチンが始めたこのクレミア併合ですね、えー、完全にクレミアを奪還して、この、えー、ロシアの崩壊ですね、本当に軍事に産業に、えー、全振りして、えー、本当に。 国民が本当に悲鳴げてます、ね、この原油の輸出国なのにガソリンがこの割我合ってせいですねウクライナはその手を望んでますねロシアの経済を本当に叩いて叩いて軍事産業をいて叩いてロシアの経済をロシアを崩壊ですねそれはもうそのためには。 ロシアがプーチンが今日でも戦争をやめて引き上げるべきですね。えーそ,うえー、そういうことでロシアはこの最後の挙げきあが,あがきですね、えー、してますね提案とか特に核爆弾ですね航空優勢がまだまだ、えー、その点、えー、まあアメリカのまあ if はないですけどバイデン大統領、まあ、時期にはバイデンは出馬しませんけど。 えー、入れると縛りをつけてますね。えー、またこの、えー、西側が特に、えー、天然ガスまあ原油もそうですけど、えー、完全に、えー、ロシアに頼り切ってしまってですねド,ドイツまあいろいろとこの、えー、全面創設が始まっていろいろとこの EU もこの NATO もおーこのロシアを警戒するようになりましたですね。そういうい流れから今までの,この ドイツですかね、ドイツね、えー、メルケン首相、もともと私も、ね、メルケン首相のそのあ経歴はわかりませんけど、もともと東ドイツの方なんですかね、もともと KGB の方なんか、元旧職員なのかわかりませんけど、えー、ロシアと中、まあドイツもまあ、私立首相ですね、うん、なかなかこのまあ、ハンガリーもオルガン、結構その、えー、EU の中にあって、NATO にあって、このロシアによりの親ロ派が。 ありますね。えー、まあ今回のこの全面侵攻でこの中立を守っていたこのフィンランド、えー、東方三国ですフィンランドノルウェーは、えー、フィンランドスウェーデンですね完全にバルトサこのあ、を納得したいですね、えー、また今回、えー、そういう。 えー、このウクライナ戦争に合わせて,てまた去年の2月かな違う,違うか去年の10月、えー、2月かなまたハマスがそのこの不安定になってますねウクライナ戦争まあこのその前からこのシ,シリアの内戦とかイスラム国土がありましたけど、えー、またハマスがこのイスラエルをテロしてこの流れからして今回このイランの大統領の就任式にまあそういう えー、このその前にまたこの、えー、このヒズボラがこの,このイスラエルのサカジオで,、えー、でこの幸福クセ全開このおまあ、えー、一度このイ,スイランもイ,イスラエルにコゲキしてイスラエルも攻撃してそれでおせまたです今回もまたあれですね、えー、まあそういう ハマスの指導者をテヘラんで殺害暗殺成功していますねそういうことで、まあ、ヒズボラ、えー、今回どうなるかですね今度また、えー、前回よりの攻撃よりもイラン、まあ、イランの核の武装を、まあ、イスラエルは警戒していますねそういうことで、えー、完全にこのイランはこの ですね、そのイランのこのもう遡りますけどこのホメイシのイラン革命の中からずっとイスラエルこのアメリカを敵視した政策ですね今回このベースが崩壊してこの特にロシアそしてこの北朝鮮特に北朝鮮が。 いろいろだいぶ脱線してますけど北朝鮮がこの、えー、ロシアですねそして中国中国も何やかんやしてながら再々、えー、ささ押されてながらまあいろいろ裏ではこそこそしてますねそういうことで、えー、またイランですねイランもそういう習得ですねアメリカ、まあ、第三国を,を敵対することでアメリカもそういう中国ですね ま前トランプ政権もそうでしたけど対中国ですね、えー、この政策ですねこの流れですねえー、っとー高橋さんのその考えでもともと核でこの 中国が台頭してきて、ロシア,ロロシアがもともと西側に、えー、ウクライナを占領するそのタイミングということで、バイデン大統領、まあ、トランプ、なかなかそういう主張も、えー、考察、私も、あるいは外国,外国の特派員ですかね、えー、高橋杉雄さんが講演していましたけど、なるほどなという考察ですね、えー、そういうこと考察、本当に。えー もう一回、えー、な何度でも勉強ですね、えー、なんか、えー、高橋杉雄さん国防の,そ,の、えー、そういう基本的な処方の本を、まあ、出されていますけどそれも一読したい本ですねちょっと、えー、今日はこのユンタクがな、えー、長くなってますけど、えー、そんな感じで安全保障お、まあ、トスさん TV さんいろいろとこの、えー、台湾有事からこのベネズエラからいろいろとこのトスさん TV さんも目から鱗ですね。えー、そんな感じで、えー、なかなかあこの世界ですね、そういう、まあ、流れからして、歴史はそうですよね、2024年、えー、この、えー、今後、またこの中東ですね、ハ,メにこのハマスの指導者が、最高指導者が殺害されていますので、その報復、えーまあ、いろいろ、まあ、この シリアも内戦もありますけどこの、えー、ウクライナもこのロシアの外での力をそいでますねマリ,マリデもそういうワグネルの残党ですねそれを完全に、まあ、力を削ってますね完全にこのウクライナ、えー、ロシアを本当追い出して特にクリミア半島ですね陸戦で押されてますけど、えー、このザルジンに総司令官が、まあ、してこのロシアは数で50万人この ソ連崩壊はこのアフガニスタンで1万5000人亡くなって崩壊してますけど完全にもう崩壊ですね、えー、プーチン崩壊ですねと私は一般個人的な、まあ、強い希望観測ですね新ウクライナを応援する立場ですね親ロ派は違うかと思いますけど経済このロシアの国立銀行の総裁ももう。 限界じゃないということを認めざるをえないですけど全振りして、えー、在庫在庫、まあ、す,ごいすごいですねこのロシ,シアも広い、ね、ですので昔の、ね、いろいろなこの武器を持ち出して頑張っていますけど。 また優勢ですね、核爆弾、えー、特にそうですね、えー、F16 本当にア,アメリカがもっと、えー、中国とか西側の縛りつけてこのパイロットの要請とかこの、えー、まあ素人と考えてまあい,いっそうこ,の、えー、このバイデンのサリバンとかそういう核ということで、えー、まあ えー、特に渡辺元陸将は厳しくバイデンさんに厳しいコメントですけどそう思いますね、えー、なかなか核ど,どですね。完全に負けてますね、そういうことで、えー、縛りつけて西側、えー、の縛りですね、もう今回、えー、長引いてますね、本当に。 まあでまあ、フィンランドの、えー、言ったました防御防御で、まあ、削って削って削って,削って、えー、このままウクライナはす、まあ、戦力を占領されてますけど、まあ、遅延戦術そして、えー、もう奥にですね、えー、もうおびき寄せて,てそういう作戦ですね実際国力もウクライナはロシアに比べてこの少ないですけど、まあ、削って削って西側の削って削って本当に、えー、完全にロシアが崩壊です。 ライブで崩壊してそういうことで、えー、まあロシアはしぶとい中核のもともとロシアは皇帝そういう、えー、国民性地域性もありますね、えー、もう50万以上やられても、えー、国でこの内戦その反対う革命起こらないですでも実際起こったんですね、えー、こ,のこのロシア帝国の時はソ連の革命そして、えー、このソ連の時はアフガニスタンでソ連が崩壊しましてね今回も崩壊。えー しますねというのが <laughs> してほしいというのが <laughs> あ今日でも他回その前にプーチンがもう戦争をやめるべきですよっ、ね、ていろいろ提案してますけど最後の挙げきしてますね藤色く本当に、えー、少なくこの、えー、ロシアの国の優勢を少しでもまあ抑えて、えー、ウクライナにとってはとても、えー、ハルキューのいろいろとこのあの手し,していきますねハルキューの、うん、再侵攻で、えー、個ウクライナも8区を両団手当てしてます で移動で薄いところをつつ、えー、かれてますね本当にそういう人で人海で戦術それとあれですね核爆弾で、えー、この、えー、ウクライナのこの僕を打ち上ですね、えー、陣地をやつけてそれから砲兵ですね方兵まあそういう作戦ですね、えー、広げています逆に今度は、えー、ウクライナがこのロシアの陣地をこの f 1六等でして、えー、この ロロシシアアを追い出すですすででね。ね。の崩壊そういうことでちょっと、えー、前置きになりましたけど今度、近藤辰巳さん <laughs> 完全に、えー、この、えー、北朝鮮はこの特に3年の節句になりました北朝鮮、えー、弾道ミサイルまた空中で爆発急に届かずですけど北朝鮮もまた中国うイランですねいろいろあの抵抗に使って、えー、協力していますね。協力 まあ中国も協力してないというけどまああの手この手ですね、えー、してますのではい、えー、完全にガチャガチャもう実際、えー、あの配備されてベスト16も配備されてますので、えー、少しでこのロシアの,この核爆弾ですね123日前ですか 1>, 1日600発くらいこの差にということで相当打ち込んでいますけどこれを少なく500、400、300と減らして、えー、逆にウクライナがこの,、えー、この攻めですねまあ防御を削って削っていますけど完全にこのロシアを削って完全にロシアの崩壊ですねはい、えー、このチャンネルマスターとのチャンネルはウクライナを応援していますウクライナにエコアレウクライナに平和ですねウクライナに勝利ですねはいえー、えー ウクライナのソ連崩壊の完全な試験の回復ということで、えー、引き続き、えー、今日はあ、まあ、収録はお休みというニュースが流れていますけどあ、えー、近藤さんですねお休みですけど昨日の火曜の動画の配置をのコメントでした。今日はちょっとお休みで、 完全な、えー、ユンタクとなっています。ニュース,ースユンタク特にウクライナー選挙ですね。はい、安全保障について。マサートでした。シキーズキー、コンドタスさん、シンボー研究サイドさん、ウクライナー選挙をウォーチングしていきたいと思います。マサートのこの YouTube チャンネル登録、またコメント、またいいねボタンとよろしくお願いいたします。また聖書を学びたいというお友達も募集してますのでよろしくお願い,いたします。次回のニュースユンタクでお会いいたしましょう。マサートでした。シュアゲネス、パシャンブレジュー、シャロム、シャロム、シャロム。